はい、ということで、先ほどね、レジェンズ公式さんから、新キャラかなの、まあ、匂わせツイートがありました。こちらですね。葉っぱがなんか、はい。ひら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 舞ってますけど、これ決してレートのストレスで抜けた僕の髪の毛ではございません。緑色なんで。うん。ということなんですが、おそらく、まあ、結構ね、リプランでも言われてるんですけど、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローのね、なんかパンちゃんが最初にピッコロと修行してるシーンかな、確か。ちょ、違ったら申し訳ないんですけど、まあ、あっこのシーンでこんな感じの葉っぱがね、ひらひら舞ってるシーンがあるんで、まあ、スーパーヒーロー関連の新キャラが、まあ、近いうちに、まあ、もしくは来週かな、来週ゆりレジで発表されるんじゃないかなということで、はい。まあ、他にぜひなんか、これも怪しいんじゃないかみたいなのあれば教えてほしいんですけど、まあ、確かにまあ、さっきね、画像一応貼るんですけど、まあ、かなり酷似してるんで、まあ、おそらくスーパーヒーロー関連。で、このチビのパンちゃんはどうなんだろう、レジェンズで実装されたりすんのかな、小さすぎて、うん、あれだしなんか、パンちゃんが殴られてたりするのをさ、なんか映したらなんか、結構そういう反感買いそうじゃないですか、子供をなんか暴力、暴力うんぬんかんぬんみたいので。だから実装できるかわかんないけど、どうなんでしょうね。変態が喜びそうだしね。まあ、とりあえず、はい、スーパーヒーロー関連の何かしらのキャラがね、まあ、来るということで、めちゃめちゃ楽しみです。いや、GT 強化来るかと思ったんですけどね。ここに来て、スーパーヒーローの匂わせと。スーパーヒーローのキャラで今のところ実装されているのがね、こちらのガンマ2号、そしてガンマ1号しかいないわけなんですが、まあ、ご飯とかピッコロ、そのあたりですよね。まあ、あと、他で言うと、何かいるかな？スーパーヒーローで出てきて戦いそうなキャラクター。まあ、セルマックスは正直ね、レジェンズの戦い、バトルシステム上出すのめちゃくちゃ難しいですよね。出せるとしてもタピオンみたいに、まあ、やられた時の演出だったり、レジェンダリーフィニッシュ演出でセルマックスを入れるみたいな、そういうことはできそうだけど、バトルキャラクター、操作するキャラクターとしてセルマックスは結構きついと思うんですよね。なんで、まあ、スーパーヒーローってなったら、ね、やっぱ出てくるキャラクターかなり限られてますよね。てか、このタイミングで劇場強化しちゃったら、もう、どうすんのって話になりますけどね。マジで環境、劇場最強すぎるんで。まあまあまあ、やばいと思いますが。どう、あと、まあ、ドクターヘドとか、バトルメンバー出せるのかな。まあ、そのあたりか。いやー、ちょっと劇場環境すぎるんで、これ以上、劇場のキャラ出してほしくないですけどね。もう正直クーラーがやばすぎるんで、まあ劇場だとしてもクーラーを止めれるね、青属性のなんか、いいキャラが来てくれることを願ってますね。あれなんで、動画時間的にね、少なすぎるんで、劇場で PVP 潜ってこうか。いやー、マジでちょっと劇場強化やばいと思いますね。さすがにじゃろ。GT も強化来そうなんですけどね。うおー、なんか珍しいの来た。すごい、赤緑来ましたね。ワンチャン紫2枚ありか。タピオン、出したところでだよね、正直。で、ブーが縛りあるんで結構いいですよね。クーラと違って、あれなんで。あれ？ギュイーンって音ってリーダーの時だけだっけ？ちょ、忘れたんで今、めっちゃカチャカチャやってましたけど。まあ、初手、出すか！まあ、せっかくだからね、普通にタピオンクーラーブロリー使ってもおもんないんで、変身ブロリー使いましょうか。そうね、こいつ縛りなんでね、タピオンのね、まあ、待機短縮が効かないんで、ライジング陣ね。そういうのもあって、もうタピオンお留守番です。お願いします。速射かよ、お前。もう、よい。いいです。アーマー持ちに、そうって、射撃って。マジか、お前。釣りたいなぁ。跳ねて。ダンス。ちょ、キナが、ふがふが言っとる。オッケー、回避回避刺さる。まあ、こいつ泥足あったっけ？ここで泥足つくのか。オッケー。打撃カバチンあるんでね。
ここでブースト入れて圧引こうか。いけないか。いや、即か。もう、噛み合い即圧だりな。オッケー、釣れた。さあ、こっちで殴りましょうかね。おい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 。それはヤンキーすぎじゃろ。間に合わんじゃろ。え、待って。一段階貯めれなかったんだけど、今。落ちるかな？落ちなかったらさすがにちょっと、訴訟だわ。落ちたわ。普通に強すぎたわ。縛り。まあ、射撃撃とうか。まあ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 。まあ、ライナシで落としてるんでね。おもう、もういいよ。なんでもいいよ。お、何してんの、お前。大丈夫か、頭。1、2、5。弾があれなんですけど、オッケーオッケーオッケー。さあ、相手も劇場と。まあ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 。まあまあ、それだったら、それだったら僕もタピオカ使わせてもらいますよ。ということでお願いします。いや、よかった。今、寝る直前だったんだけどね。発表されましたね、新情報。よかったよかった。寝なくてよかった。マジで。最近ね、睡眠時間2回に分けてるんですよね。この時間帯と夜、10時ぐらいに寝るんかな、一回。何してんの、お前は。ちょっと、ちょっと、ちょっと。いいですって、本当に。遠距離。はい、バカ。バカだろ、こいつら。なんで核反取られるのにそんなことすんの。もう、だからいいって、お前。大事な回避回避なんですよ。もう、意味わからん。そこの速やべえだろ、マジで。頭大丈夫か、こいつら。すぐ運ゲーしかできんよな、こいつだって。全然射撃。絶対跳ねます。なんでずらせんだ。はいはい、全部即圧ね。お前さ、何してんの、本当に。じゃんけんしに来てる、もしかして。クーラー入りに攪拌取られちゃダメって言ってるでしょ、黄色属性で。まあまあまあ、5桁ならしょうがないか。5桁だもんな。攪拌取られちゃダメなんだよ、わかるかい、わかるかい。はいはいはい、落とせるもんなら落としてみろ。しっかり分散させましょう。タピがいい味出しますね。さあ、やばいことしてきそう。前ダッシュ圧してきそうだな、ここ。いってえな、お前。はい、中距離きますよ、中距離きますよ。はいはいはい。いや、通常にしとこう。全部即やん、お前。学習してくれ、頼むから。いや、クーラーで打って、クニスペでもよかったか、まあいいか。さあ、敵ラストクーラー。一確認なし飛んできそうなんで、中距離でプラプラしときましょう。どうしよっかな。あ、いいよ、それでいい、うん、それでいい。究極もないしね、相手。ライジングはタピオカで受けれる。あ、いいよ、いいよ、全然。全然よ。究極ないけどどうするんすか。どうぞどうぞ殴ってください、お好きなように。はいはい、釣れますよね。5桁ですね。5桁ボーイ。はい、まあ終わるか。新キャラがね、まあ来週来るということで、ちょっとね、明後日から旅行なんで、旅行楽しんだ後に新キャラもね、使っていこうと思います。